台風8号は先ほど午前6時前に宮城県石巻市付近に上陸しました。宮城県に台風が上陸するのは1951年の統計開始以来初めてのことです。台風8号はこの後、日本海へ抜けて今夜にも温帯低気圧に変わる見込みです。断続的に雨が強まっていて、東北地方では明日朝までに多いところで100ミリの大雨が予想されています。これまでの雨ですでに地盤が緩んでいるところがあるため、土砂災害には厳重な警戒が必要です。